宇都宮北道路は、栃木県宇都宮市城下内町の東北自動車道、日光宇都宮道路宇都宮インターチェンジと、同市城五歳町の宇都宮環状道路を結ぶ、延長 4.9km の国道119号バイパス。宇都宮北道路流入部、宇都宮市城下内町付近宇都宮北道路本線、宇都宮市野沢町付近地域港企画道路、 茨城西部宇都宮広域連絡道路を構成する路線の一つで2003年3月24日に共用開始。歩行者、自転車を含む軽車両、ミニカー、小型特殊自動車、125cc 以下の小型自動二輪車は通行を禁止され自動車専用道路と同等の規制である。交差点が立体化された4車線の高架道路となっており、 自動車専用道路に近い構造をとる一般道路である。2005年11月8日14時より従来時速 60km であった主要区間の最高速度を時速 80km に引き上げたが、これは有料道路以外の道路としては全国的にも珍しく、高規格幹線道路以外の道路としては従来の時速 70km を上回る全国初の措置である。 ただし、宇都宮インターチェンジ、側入口の約 0.5km と、宮間側入口の約 0.5km については、構造上の設計速度は、時速 80km だが、交差点侵入に伴う減速を促すことも考慮し、時速 60km、時速 40km 規制区間がある。合わせて、高速道路と同様に、 高天寺等の規制速度変更に対応するため、時速 80km 規制標識には、電光方式が採用されている。交通渋滞が慢性化していた、国道119号の渋滞緩和と安全で、快適な交通の確保を目的に建設され、国際観光地、日光、木の川へのアクセス道路として、極めて重要な路線である。同道,道路の開通により、日光街道の朝、 有通勤ラッシュ時間帯や行楽シーズンの渋滞が大幅に緩和され、地域住民の利便性向上に役立っている。なお、計画当初は建設費用年出のため有料道路化も検討されたが、地域住民の猛烈な反対を考慮し、一般道路として整備された経緯がある。ありがとうございます。